はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。海馬瀬戸です。さあ、本日なんですが、皆さんはこのソウルエナジーマックスというカードご存知でしょうか。今日はですね、このカードを使ってワンキルしていくデッキを組んできました。このカードね、めっちゃ大好きなカードで、オベレスクの巨神兵がいるときにめっちゃいいことがいっぱい起きるカードなんですよ。で、通常トラップですね。ソウルエナジーマックス効果。1番目が自分のフィールド上に元々の属性、神属性となるオベレスクの巨神兵が存在する場合、自分のフィールドの他の表が表示モンスター2体をリリースして、相手のフィールドのモンスター全部破壊して、相手に4000ダメージを与えるよと。まあ、要は、ゴッドハンドインパクトができるということですね。で、2番目が自分相手のメインフェーズをバトルフェーズに墓地のこのカードを除外すると、で、気持ちからオベレスクの巨神兵を選んで、その後、ベースキーを召喚できますよ、みたいな。まあ、だからアドバンス召喚できるよ、みたいな。3体リリースして出しましょう、みたいなことができるということですね。墓地落ちてれば2番の効果でオベレスク出せるし、1番の効果で、バーンダメージを与えることもできると。で、これ何が強化されたかっていうと、まあ、これなんですよね。これトランザクションロールバックで、ソウルエナジーマックスの効果これコピーできるんですけども、これ何が起きるかっていうと、これね、オベリスクが存在する場合っていうのは条件なんで、ここは無視できないんですよ。トランザクションロールバックって。トランザクションロールバックの仕様で、その発動するための条件は無視できないんだけど、コストは無視できるんですね。効果を同じにするっていう効果なんで。だから、条件っていうのは何かっていうと、ソウルエナジーマックスはオベリスクの巨神兵が存在する場合っていうのが条件なんですよ。だから、オベリスクを、盤面に用意する必要はあるんだけど、ただ、この自分のフィールドの他の表が表示モンスター2体をリリースした発動、これはコストなんですね。だから、ここは無視できるんですよ。だから、オベリスクの巨神兵を盤面に用意さえすれば、ソウルエナジーマックスの効果をロールバックでコピーした場合、なんと、1回もコストを払わずに相手のモンスター全部っ破して4000バーンだけができるっていう超インチキ効果が発動できるんですね。だからオベレスクの巨神兵を盤面に用意するだけで OK。 あとはもう盤面相手の盤面にモンスターがいればバーンダメージ与えることができると。で、ちなみに1番2番の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できないっていう効果なんですけども、これもロールバックの効果を使えば1ターンに1度の制限無視できるんで、まあ、2回ソウルエナジーマックスを、発動することもできるということですね。はい、これコンボを今日はやっていきます。で、どうやってこのコンボパーツを揃えていくかっていうと、まあ、基本的にその墓地にめちゃくちゃカードを叩き落とすギミックですね。まあ、ちょっと確定ルートもねやろうと思ったら多分できるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとランダム要素を使って今回はデッキを組んできておりまして、まあ、そっちの方が、まあ、回してる分には楽しいのと、あと今回財宝ギミックプラスティアラメンツギミックで墓地壊していくんですけど、このギミックって結局そのオブリスク決まんなくても盤面結構強くなるし、あと後手もまあ割と手数出るんで、まあそこそこやれるんですよね。だからクソデッキの中ではまあある程度やれるギミックだというところで、まあそれも加味して一応今回このギミックを採用してます。はい。で、コンボのメインギミックはそのオブリスクの巨神兵出してソウルエナジーマックスをロールバックでコピーするっていう効果なんですけども、これのね準備段階としてやっぱり相手の盤面にモンスターを送りつける必要があるから、例えばまあブラックガーデンをねエンフェで、持ってきて発動するとか、あと、墓地にいっぱいカードを送るためにディアベレスターから、ジ・アンデッドとキュリオスするとか、あとティアラメンツするとか、この辺のギミックが複雑に絡まり合ってますんで、まあ、よかったらね対戦動画を見ていただければなと、はい、思いますんで、早速ソウルエナジーマックス2連打ぶちかましていきましょう。デュエルスタンバイ。あー悪くはねえけどな、ちょっと G だけやめてほしいな。邪眼神殿だけ発動しますけど何かありますね。あ、なんもないね。邪眼神殿は発動できる。邪眼神殿発動できる。財宝狩りの悪魔発動したいんだけど何かある。ない。なるほど、これは意外といけそうな気配感じるぞ。クロマジョディアベレスターでソウルエナジーマックス切るぞ。特殊召喚。さあここからの後は、無限法用エフトフェイラー読みが、あ、ないね。あれこれチャンスだな。あとはあれだな、ちょっとね、これ、このデッキなんですけど、ちょっと、あまりにもちょっと時間がないっていうのがありまして、これさっきタイムアウト負け2回ほどしてるんで、これ、ちょっと急ぎで回していきたいと思います。はい、タイムアウト負け2回くらいしてるんで、これデッキさ、確定ルートじゃないからさ、基本的には。ちょっとあれなんだよね。いや、まあ確定ルートにももちろん全然できると思うんですけど、確定ルートするとさ、ちょっともう、いよいよ飽きたわけですよ、こっちも。こちらとしても。なんか同じ動きするし、やっぱちょっとランダム性をね、デッキの中に取り入れてね。
あのちょっと楽しみたいっていうのがあるんですね。あのティアラメンツとかそのこの財宝狩り系 の, あのデッキってなんか割とそのアドリブが発生するんで、まあ、回してる方は結構楽しいんですよ。はい、まあ、時間間に合うかは置いといてな。これちなみにあの最強ギミックで財宝系のギミックから、キュリオスとあと、ジアンデッドを出すっていう、まあ、ギミック効果を採用してまして、でパズルミロ君出てきます。でフランベルジュ効果でまあ、2体特殊召喚しますと。でリンク先にパズロミノ のリンク先にモンスター出るとレベルを変更できるんで、これレベル8に変更していく。で一旦、トカ姫ちゃん出しまして、はい、でトカちゃん出します。でトカちゃんの効果起動しまして、フランメルジュちゃん特殊召喚します。でこのままだとちょっと炎属性縛り入っちゃってちょっとだるいので、トガ姫ちゃんをちょっと一回どかします。はい、でレベル8をモンスター2体でオーバーレイする前に一回リンクリボを作ります。はい、でジアンデッドします。これで一応闇属性がね、落ちればキュリオスができるというところです。まあこれあれだったらジャガン神殿とかの効果を使っても効果ってか、あ、ジャン神殿をコストにしてもよかったですけどね。レイノハートいいね。レイノハートめっちゃええやん。レイノハートめっちゃ相手楽いんだね。レイノハートめっちゃええやん。で、これでちょっとハウフにす。あ、ビーステッド引いてないんだ。じゃあ。ビーステッド引いてなそうだね。で、レイのデッキとかを出していく。こっからね、さらなる墓地暮らしが入っていくといったところですよ。なるほどね。こっからはちなみに墓地に何が落ちてるかによってちょっと変わってくるんですけども、キトカロスの効果、まあさすがにティアクシャだな。ティアクシャ落とす、ティアクシャ蘇生、ティアクシャあれか、水属性なんだよな。いやまあいい家だな。で墓地落ちる、はい、ハウフに落ちる、あんま意味ない。で、キトカラス効果発動、キトカラス墓地送って、ティアクシャ出す。で、またこれで8枚壊せる。5枚と、3枚。いいよ。今のところすごい墓地壊し入ってるよ。いい感じ。いい感じだよ。いい感じだよ。いいよ。えい、あ、今、あ、いいよ。非常に。オッケー、シェイレン来た。シェイレンの効果。これ闇属性じゃないといけないな。闇属性じゃないといけないから、これとこれで、ドラゴスタペリア出して、であと今何が落ちてると思うんだよ。クエブレスク落ちてる、ソウルエナジー落ちてる、トランザクションロールバックもしかしてミリも落ちてない、ミリも、あ、落ちるわ、ミリは落ちてるか。ってことはあとソウルエナジーラックスをもう1枚落とせればいい感じかな。なるほどなるほど、墓地の状況こんな感じね。では、一旦、ワンドローしてからちょっと考えましょう。ワンドローしてから考えて、何を引くか問題。あー、まあ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 、あんま意味ないな。であれば、まずドミニオン・キュリオスを出していく。はい。で、キュリオスちゃんの効果起動する。これシェイ回収したらいいか。これさ、わかったわ。で、これ落ちるでしょ。で、これトリビカルマの効果使う。ちょっとあの、墓地壊しに命かけることにします。はい。あのね、確定で落とすよりも強引に落としに行った方が大体落ちるんですよ、こういう時は。フェルで持ってくる。で、キリオスで送る。な、行ったろ。よし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 。よしよし、いいぞ。今めちゃくちゃぶん回ってるぞ。で、シェイレイ持ってくる。でさらにシェイレーンの効果も起動してめちゃくちゃなめちゃくちゃな枚数もちょっと遅れんじゃん、これ最強かよ。はい、あ、オッケー、強い、強すぎる、あ、まだに強い。で、ムドラの効果で、フィールド魔法をちょっと戻さないといけないんですよね。ブラックガーデンを戻して、はい、オッケー。で、デストルドの効果使って、シェイ対象にとってレベル3で特殊して、で一旦エンシェントフェアリー出します。やばい、ちょっと残り87秒しかない
やばい、急げ急げ、さっきもこんなことやつ時間切れになったんだよ。エンシェントフェアリー効果、叩き割る叩き割るで、ブラックガーデン持ってくるで、ガーデン発動して、でこっからは白雪効果使う、除外して出てくる、はい、でブラックガーデンの効果で起動される、でちょっと待ってください、ちょっと待ってください、マジ時間ないです。でソウルエナジーマックスの効果、このカードをゲームから除外し、オブレスクを回収し3体のモンスターをリリースしたアドバンス召喚を行う。あらあれろ、何モンスター効果は無効、モンスターではない、神だ、オブレスクの巨神兵バックダウン。そして白雪の効果、今日白雪の効果を起動して、さらにカードの名前除外、うおっ、白雪ちゃんはちなみにね、単一ないのでね、このモンスターは最強です。はい、でさらにジャイアントレックスの効果を起動し、ジャイアントレックスが舞い戻るぜ、ピルイよしよし、これちなみにブラックガーデンはこれなんで発動するかっていうとね、相手のフィールド上にモンスターがいる状態を作りただけなんですよね。相手のフィールド上にモンスターを作りたいだけなんですよ。でバリキャードやばいです、残り28秒、ちょっと待って、これとこれ、ちょっとトランザクションロールバック傍聴くんなきゃいけないから、バリケードミルク、リンクから効果、バリケード効果でトランザクション送る、マジでやばいって、でトランザクション効果、トランザクションロールバックの効果によってソウルエナジーマックスの効果をコピー、オブレスクの巨神兵が存在する場合、フィールドのモンスターを2体リリースし、相手のフィールド上のモンスターを全部破壊して4000パン、ちなみに2体リリースする必要はないぜ、イエス、エンド、危ない、やめなこれ、プレードローベイツ、トランジャクションロールバックの効果、ソウルエナジーマックスコピー、相手のフィールドのモンスターを全部破壊して4000パン、クライエン頼む、よーし、イエーし、やっと決まった、これ絶対確定レートした方がいいわ、マジで時間ねえ、いやー、ちょっとやっぱ、あら、確定ルートってやっぱ偉大だな。マジで、このティアラメンツとか財宝系のギミック入れるとさ、確定ルートではないんだよな。その、もちろんその、アドリブ展開は、ちょっと待って、これハーフにする、起動したらいいんじゃね？これワンチャンシェリー落ちねえかな？これシェイ落ちろ！シェイ落ちろ！シェイ落ちろ、シェイ！シェイ落ちろ！すいませんでしたー。何パーぐらいだっけな、なんか確か初手でハグリス握ってる時にシェイレーン落ちる確率、確か40枚デッキだとなんか10 15、なんか 20% ないぐらいの感じだったんだよね確か。だからなんか5回くらいハグリス発動したら1回成功するみたいな、あの確率だったと思います、今現状のティアラメンツデッキだと。だからなんかハグリスの効果発動しないみたいなね、ことも結構あるんですけど、まあでも言うて5回に1回だったら発動しに行ってもいいんじゃないかなって俺思ってるんだけど、どうなんだろうね。まあでもね、ちなみにこのハーフニスがなんかゲームから除外されたりとかしたら、それはそれで融合回数1回減るじゃないですか。ハーフニスの効果を使うかどうかみたいなのは結構諸説あるんですよ。はい、まあ、ちなみに財宝ギミック、分回されて、まあ、世界終了と。これあれじゃね、ハーフニスこれ押し込まれんじゃねえ、これ魔法トラップゾーンに、やべえこれ魔法トラップゾーンに押し込まれそう、ハウフニスやったかもしれない俺マジ。だからフランベルジュドラゴンちゃん出てきちゃった、ちょっとやばいかもしれんな。それで何を押し込むんですか、ああまあでもディアベルスターで解除できるからまあいいか、コストになるからね表側のカードは。何この謎の動き、なんかよくわからないモンスターいっぱい出てきたけど、なんかリーブ21来たけど、リーブ21からの、これ何これ、生物の更新あんじゃん、最強かよ、やべえ、生物の更新クローラーモンスター特殊感だよね、リンク先に、やべえ、ちょ待って何これ、財宝スネークアイに見せかけたゴミデッキじゃないこれ、やべえ、デウスエクスクローラーはあかん、あかん、
スキドレア。それはあかんな。アストラム来た。やばい。ちょっと待って、デウス・エクスクローラとかいう地獄みたいなもん来た。やばすぎ。あかんこと来た。あー、なにこれ。あー、そういうこと。あー、まあ、でもファグニスデッキ返してくるのもいいか。ファグニスデッキ返してくるのもいいわ。やばい。ちょっと待って、デウス・エクスクローラーマジであかんくね。劇的にあかんくね。ティアラメンツクシャトリラー、やべ。ちょっと待ってくれ。おやー、スキドレキッチン。デウス・エクスクローラーちなみにね、リバースしてる状態でこいつがフィールド上に存在してると、まあちょっと一回なんだっけ、ディアベルサーに持ってくるわ。リバースしてる状態でなんかフィールド上にいると、こっちのフィールドでモンス、発動したモンスターの効果全部無効化されるっていうね。まあだから、まあ実質スキドレみたいなことが起きるわけですよ。まあちょっとスキドレとは若干違うんだけど、相手フィールドのモンスターが発動した効果無効化されると、これやばいんだ。まあ、で墓地の効果は無効化されないから、なんとか墓地の効果で頑張りたい。ティアラメンツは墓地効果が割と優秀なんで、ちょその辺で頑張っていきたいといったところですね。で、アストラム君しか今殴れないんで、まあ、増殖する G はちなみに貫通するしか、貫通っていうかもうほんと関係ないと思って動くしかないんだけども、これさ、なんとかしてさ、あれじゃね、これさ、これペルレイノ貼ってさ、ペルレイノで破壊したいんじゃない。わかった、これペルレで破壊したらいい説ある。ワンペルレで、まあまあ向こうはまあいいわ。これだからあれだろ、俺つまりさ、これ要するに融合できないんだろ。融合できたらワンチャンあるよな、これマジで。ちょシェイレーン君とあのティアラメンツクシャトリラ君のこの友情コンボによって、ちょ頼む頼む、融合させてくれ、頼む。いやマジで頼む、ちょ頼む頼む、マジでマジで頼む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 、頼む、落ちろ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 。いやー、1、2、デウスって確かあれだな、裏側だったら対象に取る効果をなんか無効にして表になるみたいな効果あるんだけど、表だったら多分その効果特に関係ないから、これだからデウスを破壊すればいいんですよマジで。ちょだから本当にティアラメンツ落ちて、ティアラメンツ落ちて、マジで頼む。何してんだよ、何してんだよ、何してんだよ。いやー、何の効果も発動できんのよな。これアストラムだけはぶん殴れるな。オベレスクってこれぶん殴りに行く。アストラムくんったらあれなんだよ、対象飛んでんだよな、除去方法。これさ、3体リリースしてオベレスク出してアストラム殴ったら一応アストラムだけ処理できるんですよね。これクソデッキなんですけど、ディアラメンツとディアベルスターとティアラメンツで、あの両方とも合体するとティアラメンツって言うんですけど、ディアラメンツ採用してるんで、意外と高校もまあまあやれるんですよね、手数的には。ちょっと3体リリースしてオブレスク出していくしかねえ。いけ、オブレスクの巨神兵。このモンスターは通常召喚しているためアストラムの効果を受けないで一切。いけ、ゴッド&アンドキラッシャー。うわー、アストラムのこの処理効果マジで対象取んねえの決めんねえな。対象取れねえんだけどな、オブレスクが。オベリスク対象取れてんだけどな、ちっしょ。結構強いんだけどね、この対象に取れないっていう効果めちゃくちゃ強くて、まあ、ちなみにアクセスコールトーカーとかあの辺で余裕で処理されるんですけど、今の環境。逃げろオベリスク、オベリスク、俺のオベリスクじゃんだ、落ちろよマジで。いやこれなんも起きねえな、落ちろや。ティアメンツ1枚くらい落ちろやマジで。いや確率低すぎろやっぱり。ちょダメだ、ちょティアラメンツの枚数が減らされすぎて融合ができねえ。ふざけやがって。メールを返せ、俺たちのメールを返せ。